バリー・サンダースは NFL デトロイト・ライオンズで活躍したランニングバック。アメリカ合衆国カンザス州ウィチタ出身。ウィチタで生まれ育ったサンダースは地元のウィチタ北高校へ進学する。3年生の途中までは RB ではなかったが、なってからの7試合で1322ヤードを走り、終戦抜にも選ばれた。だが、 体が小さかったため大学のスカウトからは過小評価されていた。奨学金を提示した数少ない大学の中から彼はオクラホマ州立大学へ進学した。大学での最初の2年間は全米大学選抜であったサーマン・トーマスの控えとして過ごしたが、トーマスがプロ入りした後、1988年の3年生時には、 先発 RB となり NCWA 記録となる2628ヤードを走り39タッチダウンを記録した。これは1試合平均200ヤード以上300ヤードを走った試合も4試合あり平均7.6ヤードとなる記録であった。パスキャッチも含めた総獲得ヤード3249も NCWA 記録である。 この活躍により、トロイ・エイクマンらを抑えて、ハイズマン賞を受賞したが、オクラホマ州立大学からは、初の受賞者となった。また、彼は受賞決定を遠征中の東京で聞いた。3年終了時の1989年の NFL ドラフトでサンダースは、デトロイト・ライオンズから一巡目で指名され、3日後に契約し入団する。ライオンズはもともと、 ディオン・サンダースを指名する予定であったが、ウェイン・フォンテスヘッドコーチが、バリー獲得を強く押したのと、天然芝ではバリーは活躍できないであろうという、評判が一部であったため、3番目まで残っていたことで、ライオンズが指名した。ディオンは、寒いデトロイトでのプレーを嫌がっており、ドラフト後にも、もし指名されていたら、契約を諦めるようなとてつもない額を要求する。 つもりだったと答えていたため、この選択は正解だったと言える。1年目の1989年のシーズンは、NFL2 位となる1470ヤード、14、タッチダウンを記録し、新人王を獲得した。1990年は16個、1991年には17個と、リーグ最多のタッチダウン数を記録。 1991年にはランで1883ヤード、レシーブで283ヤードを獲得し、総獲得ヤードでは2166ヤードと、自身初の2000攻撃ヤードを記録、最優秀攻撃選手に選ばれた。1991年のプレイオフのダラスカウボーイズ戦では終盤には47ヤード、TD ランを記録した。続く1995年、 1996年も1500ヤード以上のラッシングを記録。1997年は、OJ ・シンプソン、エリック・ディ・カーソン以来、3人目となる2053ヤードを走り、レシーブ305ヤードと合わせた。総獲得ヤードは2358を記録、MVP を獲得した。またこのシーズンは14試合連続100ヤードラッシュの NFL 大記録に並んだ。 翌1998年も1491ヤードを走り NFL 史上初の10年連続1000ヤードラッシャーとなった。ウォルター・ペートンの通算ラッシングヤード記録である16726ヤードの更新も見えてきたところであったがシーズン前には独自のメニューでシーズンに備えるサンダースとキャンプへの参加を求めたチームとの間で亀裂が生じた頃もあり 1999年7月のキャンプ、前日に地元ウィチタの新聞社に引退をすると、ファックスを送った。突然の引退のため批判も起き、2年前に6年3540万ドルプラス契約ボーナス1100万ドルで、契約したライオンズは契約ボーナスのうち、730万ドルの、返還を要求したが、サンダースはこれを拒否し、裁判となった。結果は、 サンダースの敗訴となり、550万ドルと利息の支払いを命じられる結果となった。彼は5シーズン1500ヤード以上を走った、史上初の選手であり、そのうち4回は1994年から1997年の4年連続で記録した。50ヤード以上のタッチダウン15回、150ヤードラッシュ以上の試合25試合も NFL 記録である。また、 通算15,269ラッシングヤードは、ペイトン、2002年に抜かれたエミットスミスに次ぐ、歴代3位の記録である。2004年に、NFL 殿堂入りした。クイックネス、視野の広さ、爆発力を持った選手であった。サンダースは、物静かな性格で、タッチダウン後に派手なパフォーマンスを行うようなこともしなかった。 デトロイトの TV 局チャンネル4のキャスターであったローレン夫人と2000年に結婚、4人の子供と共にデトロイト郊外に住んでいる。長男のバリー・ジェサンダースはスタンフォード大学で2012年から2015年までランニングバックとしてプレイした。ありがとうございます。